はいどうも、今回ですね、日本史明治時代国内政治について語っていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。1873年に内務省を新設しまして、1874年にですね、川地俊剛さんによってですね、警視庁が創設されました。 東京府に置かれておりました羅卒というものがですね巡査という名称に変わりましてまた1871年にですね身分解放令が起きまして市民平等を打ち立てましたよと、まあ、1872年にですね統一的な戸籍や人身戸籍なども作っておりました、まあ、市民平等と言いながらもですね、えーまあ、種族というものは3つに分かれましたよと大名関係は家族 なんて言い方をしまして藩士は士族そしてえ農民工業商業を営む者ものは平民というふうに言われるようになりましたよと、まあ、こういったところでですね、えー、まあ大名や藩士、まあ、昔偉かった人が、ね、反感を抱かないようなまあ制度にもなっていましたが基本的に市民平等というような概念。